新幹線そして在来線がストップしこのコンコースで一夜を明かしたという方が10人以上いたという JR 静岡駅です JR 東海によりますと東海道新幹線当初は三島名古屋間で終日運休すると発表していましたが区間が延びまして東京名古屋間で終日運転を取りやめるということですまた明日土曜も三島名古屋間で上下線とも運転を取りやめると発表しています 今も駅構内は人はまばらで閑散としていますまた在来線です東海道線は富士掛川間が終日運転見合わせ掛川豊橋間が今日夕方頃まで運転を見合わせる予定で今も静けさ漂う静岡駅です次に高速道路です東名の清水インターチェンジから八重洲インターチェンジの上下線で通行止め 新東名の新静岡インターチェンジから島田金谷インターチェンジの上下線で通行止めとなっていますこの雨の影響で JR 静岡駅にあるパルシェを含めいくつかの商業施設も今日は休館すると発表していますこの後も強い雨の対する警戒が必要です